PM というのは粒子状物質という英語の頭文字です。 PM2.5 はそのうち流形が 2.5 マイクロメーター以下の粒子状物質を指します。 PM2.5 は非常に小さいので吸い込むと肺の奥底にある肺胞と呼ばれる部分まで入り込むと言われています。その後血液の流れを通じて体の中をぐるぐる回って炎症などの悪影響を及ぼすと言われています。 PM2.5 などの大気汚染物質の分布や動きを把握し予測するために重要になってくるのが数値シミュレーションです。例えば PM2.5 の予測ができれば観測データと合わせて注意喚起を行うかどうかの判断に役立てることができます。 PM2.5 は様々な物質の集合体です。ですのでその一つ一つをそれぞれ計算する必要があります。そういった点が難しい点になってきます。愛称をビーナスという大気汚染予測システムを開発しています。交換アクオキシタントや PM2.5 といった汚染物質の大気中濃度をコンピューターで予測してインターネットで公開しています。気象データを PM2.5 の予測に使いやすいよう計算し直し、それに研究成果に基づいて改良された化学反応の式などを加え、どんな物質がどれだけ発生し、どのように移送されるかなどを場所や時間を区切って計算しています。ビーナスのようなツールの成果を皆様に共有していただきたいと考えています。例えば天気予報は数値予測の結果ですけれども、これまで様々な努力を通じてその信頼性は上がってきています。我々のツールもその信頼性を目指して時間はかかるかもしれませんが、努力を続けていきたいと思っています。